はい、おはようございます。ゆりゆりです。いつもご視聴ありがとうございます。もうね、これでね、今回どんな感じのね、動画かっていうのはね、およそ想像つくかと思います。まあその前にですね、まあサムネイルとかね、タイトルでもお分かりかと思いますけれど、少しね遅くなってしまったんですけれど、今回ですねこちらね、ご紹介したいなと思います。まずじゃあこちらからいきますかね、こちらからいきましょう。ですね、この方はちょっと、本名でね、いただいておりますので、お名前ね、ちょっと控えておきたいなと思いますけどね。いつも家族で動画を拝見させていただいています。賢い家臣、優しい力、可愛いアスカちゃんに癒されます。漁が始まっていますが、怪我に気をつけて頑張ってくださいね、ということでね、ありがとうございます。で、こちらね、これはパピー用ということで、まあ、アスカ用ということで、こちらね、家臣力にね、与えたいと思います。こちらですね。で、こちらね、こちらはですね、このハンターフードにね、丸しているようにですね、僕はちょっと知らなかったんですけど、ハンターフードっていう、猟犬専用の毒ウドがですね、あるとのことです。はい、すいません。で、この方はですね、確か引退した猟犬をね、飼ってらっしゃる方で、このね、毒ウドを与えていて、なかなかね、食いもいいということでね、送っていただきました。ありがとうございます。中身ですね、見てみたいんですけれど、まだ開封途中のですね、毒ウドがありますので、毒ウドがですね、なくなり次第開封したいなと思います。ありがとうございます。で、こちら行きましょうかね。こちらですね。ですね。王さん。ね。っていう風にしておきましょう。ね。いつも動画を見て、家臣くんの仕事ぶりに感動しています。これからも応援しています。頑張ってください。ということでね。絹さやビーフいただいております。ありがとうございます。じゃあ開封したいと思いますね。お待ちかねよ。ね。3袋入っておりますので、1袋ね。開けたいなと思います。家臣来いよ。はい、いらん。いらん。あんた好きなやつよ。好きなやつ。いらん。いらん。はい、座れ。はい。ほら、座れやろ。そう、力そう。アスカ偉い。お前偉い。ずっと座っとる偉いぞ。はい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 。ここ、ここあるで、ここある。ここ、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 ここ。ここある、ここ、ここ。座れ。いや、ここあるで、ここ、ここ落ちとるよ。違う違う違う、ここ、ここ。ここあるやん。見えん。見えんですか。力、ここ。そう、そこそこそこ、そこやった、そう。家臣、座れ。そう。アスカが一番偉い。ね、お前一番偉い。そう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 。ね、そう。そう。はい、そう。ね。家臣、中腰になって。中腰になっとったって。いや、今、エアー噛みしょったろ、今。エアー。エアージャーキーしょったろ？エアージャーキー。お前が一番偉い。お前が一番偉い。そう。ちゃんとそうやってね、座っとったらもらえる。偉い。ね、アスカ大きくなったでしょ？ね。うん。あのね、こう、子犬の時がね、まあ一番可愛いからね、ずっと子犬のままがでね、いいっていう風なね、こと多くの方ね思ってらっしゃると思うんですけど、僕はね逆なんですよ。早くね、GPS が装着できるぐらい大きくなってほしいですね。っていうのが、力の時はねまだ良かったんですよ。僕からねあんまり離れ、座れ、家臣座れ、僕からねあまり離れなかったので、GPS なしでもですね、良かったんですよ。家臣が帰ってきてね、一緒にバーって行っても、ある程度行ったら帰ってきてたので、家臣がね、どこにおろうが帰ってきていたので、良かったんですけど、アスカの場合はですね、力にどこまでも ついていってっていう感じで、危ないんですよね。
ですので、GPS がね、装着できるんですけど、バッテリーがね、重たいんですよ。で、そのね、重さに耐えれるぐらいの、まあ、体の大きさに座れ、なってからですね、山にね、入れたいなと思っています。まあ、それまでですね、まあ、どうにか、今、山入り訓練っていうかですね、そういうのもね、やっていきたいなと思ってるんですけど、まあ、なかなかね、ちょっと時間がなくてですね、できていないっていう状況ですけどね。まあ、ですけど、素質ね、血糖もまあ問題ないですし、素質もね、かなりありますので、その辺ね、まあ、僕は心配していないんですけれど、そんな感じ。で、あと、こちらですね、こちら、ですね、こちらですね、なんかお恥ずかしい方なのか分かりませんけれど、開封動画はですね、遠慮していただきたいという方ですね。ですけど、ちゃんと届いてますよっていうことをね、まあ、お示ししたいので、すいません、せっかくなんで上げさせていただきたいなと思いますね。やったね、アスカ、お前は偉い、一番偉い、見て、もう力なんかもう前のめりしすぎとるね、お前が一番偉い、偉い、お前偉い。山で見るね、落ちたよ、落ちた、ここ落ちた、落ちたって、ほら、アスカじゃない、力じゃない、ほら、家臣にやられた、座れね、アスカ、山で見るアスカはですね、もう完全に保護色、うん、落ち葉とかのね、色とね、もうそっくりなんですよ。ですので、こう対イノシシに関してはすごくいいと思うんですけど、僕も含めたね、漁師ですよね、ちょっと気をつけないといけないなと思ってますね。で、力も茶色なんで、ちょっとね、視認性に欠けていた部分があったんですけれど、おかげさまでですね、防塵ベスト、ご支援いただきましてね。で、視認性がね、すごく良くなりました。で、家臣はまあ、もともと、座れ、家臣はですね、もともと白ですし、アスカ、お前一番偉い、防塵ベストね、着ていますので、視認性はすごくいいんですけど、ただね、注意しないといけないのが、人間がね、僕たち人間が視認性がね、高い、良いっていうことは、イノシシから見てもそうなんですよ。ですので、やっぱりイノシシにやられる、アスカ座れ、そう、ね、可能性も高くなるっていうのもね、やっぱり一つね、考えておかないといけないなと思いますね。はい、ありがとうございます。あと、こちらもね、いただいてますね。同じ方ですね。ちょっと落ち着こうか。落ち着こう。ハウスあろ。ハウス。ハウス。そう、アスカ、お前偉い。アスカ、今よかったよ。アスカ、ハウスして。アスカ、そう、偉い。よし、来い。ね、これですね、お、1、2、3、4、5袋入ってますね。ありがとうございます。座れ。座れ。力、座れ。はい。ね。アスカ、座れだ。どうした？座れ。そう。もう大きい。ね、ありがとうございます。本当ね。あとすいません。これもですね、ちょっと、こういったですね、ジャーキーいただいたついでに、ちょっとお話したいなと思うんですけれど、こう、家臣がですね、まあ、山行った次の人がですね、まあ、げっそり痩せてると。まあ、そういったことからですね、まあ、ご心配かと思うんですけれど、座れ。もっとね、餌を与えた方がいいですよとかっていうね、コメントがですね、いくつかね、見受けられますね。まあ、それはあくまでもですね、まあ、悪意とかなく善意でね、言ってらっしゃると思うんですけれど、こんな感じで、たくさんのね、方からですね、ご支援ね、まあ、いただいてまして、
こんな感じでね、むちゃくちゃ上げてるんですよ。ですので、こう痩せてるからね、不健康だっていうか、そういうのではないと思うんですよね。例えばですね、ボクサーとかでも、細マッチョとかっても言いますけどね、そういったところってあるじゃないですか。スーアレ。歌詞もね、そういったところなんですよ。で、ついでにじゃあ言っときますと、じゃあ歌詞にね、どれぐらい餌をね、与えているかというと、普通のですね、愛玩犬の2倍やってます。2倍やってこれなんですよ。で、ここでね、注意しておかないといけないのが、愛玩犬のことはですね、スーアレ、わからないんですけど、僕が家臣力アスカをですね、評価するとでも言いますけどね、判断するにあたって、何をね、どれぐらい食べたかではないんですよ。何回ね、うんちをして、で、色、ね、硬さ、これで判断するんですよね。吸われ。ですので、例えばね、散歩して、で、家臣がね、1日で2回とかするんですよ。で、2回して、2回ともね、量が多いと。で、普通のね、硬さであれば適量なわけですよ。で、2回行ってね、2回ともやって、で、量もね、それなりにあって、やばいということであれば、これは量が多いんですよね。そういったね、判断っていうのをね、僕はね、うんちでしています。ですので、先ほども言いましたように、食べる量とかじゃないんですよ。うんちのね、具合で、僕は見ていますので、もうちょっとね、与えた方がいいんじゃないかっていうのはね、できればですね、そういったコメントはね、控えてもらえたらなと思うんですよね。っていうのが、こういったね、ご時世ね、餌を与えないっていうのも、座れ、アスカ座れ、座れ、ごめん、はい、立派なね、虐待になるんですよ。で、何も知らない方がですね、例えば腰骨がね、浮いてるじゃないですかと、それは痩せすぎですよとかっていうコメントをね、善意であってもですね、していただくと、何も知らないね、それを見た方が、僕が餌を与えてないみたいなね、感じで、捉える方っていうのも中にはいらっしゃると思うんですよ。で、それが、虐待通報案件にね、なってしまったりっていうのもありますので、できればですね、ちゃんと餌を与えてますので、そういったね、コメントはね、控えていただきたいなと思いますね。で、ですね、あと大事なのが体重なんですよ。今は猟期で週2回ですね、山に行きます。で、週2回も丸1日ね、2回ともやる時もあれば、半日しかねやらない時もあるし、1回しかやらない時もあるわけですよ。で、週休5日制とかでね、家臣力やっていて、これからアスカもそうなると思うんですけれど、力はね問題ないんですよ。力は自分でちゃんと食べる量っていうのをコントロールできるので、ちょっとね多めに与えて、で、力は残すんですよ。で、残すんで、あ、多いんだなーっていうの分かるんですよね。家臣はやったらやった分全部食べてしまうので、アスカもそういうところあるんですけど、ですので、家臣、特にアスカは、うんちでね、判断していますね。で、ちょっと話はそれましたけれど、家臣なんですけど、オフシーズンはですね、24キロなんですよ。で、今ね、こうやって痩せてるからかわいそうみたいな感じで思われてる方いらっしゃると思うんですけど、23キロなんですよ。1日ね、2回の散歩しかしない、オフシーズンは24キロ。で、今のね、この猟期で23キロ。こんだけのね、運動量でたった1キロしかね、落ちていないわけですよ。で、量においての家臣のですね、ベスト体重っていうのは23キロですので、数あれ。ですので、このね、痩せていると思われている、これが、山をね、走り回るのにおいて、ベスト体重なんですよ。ですので、それをね、ぜひね、ご理解いただきたいなと思いますね。
与えてますね。うん、ちゃんとうんちをチェックして、量をね、調整しています。ですので、心配される方もね、中にはいらっしゃるかもしれませんけれど、何回も言いますけどね、ちゃんと、与えていますので、その辺ね、ご理解いただければと思います。ね、先ほども言いましたように、このね、餌を与えないっていうのも立派なね、虐待、で、通報案件になりますので、もうこれ以上ね、僕通報されると、本当にチャンネルバンしかれないっていうところもありますのでね、すいませんけど、ご心配するね、お気持ちっていうのはよくわかるんですけれど、ご理解の方ね、よろしくお願いします。はい、ということでね、今回はね、これくらいにしたいなと思いますね。本当にいつもね、皆さんご支援いただきましてありがとうございます。またね、ご視聴していただきましてありがとうございます。こんな感じでね、家臣、力、アスカ、みんなね、元気してますね。これからもね、どうぞ応援の方よろしくお願いします。ということで、本日もご視聴いただきありがとうございました。ではまた。ハウス、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 ハウス。アスカ偉い。お前偉い。